ンティーノセンスダジャ始まるよ。ごきげんよう、シャンティーです。今回はエシカルペイフォワードのプロデューサーである稲葉哲司さんにお話を伺ってまいりました。稲葉さんはいつも哲学的でたくさん知らないことを教えてくださいます。どんどんお話が聞きたくなるんですよね。今回の撮影は2019年の年末に行いました。編集から配信までとても時間をかけてしまいましたが、現在2020年の5月、世界中で新型コロナウイルスの影響がたくさん出ております。稲葉さんのお話を振り返りますと、今後より一層大切な考えを伺ったなと感じております。稲葉さんのお話はとっても濃い内容です。動画は長めに編集しております。ぜひご覧ください。ごきげんよう、シャンティです。ごきげんよう、稲葉です。このぐらいでいいです、はい、エシカルペイフォワードさんに来ています。はい、今日がなんか たまたまじゃなくて合わせたんですけど、そのジャミンさん京都で、作っているチャリティー付き T シャツのジャミンさんの T シャツを着ています。これは8月ぐらいにやったのかな、見てもいただくように海洋プラスチック問題ですね。その海の中にプラスチックと魚がいっぱい浮かんでるみたいな T シャツです。はい、お揃いです。お揃いですね。はい、お店でも今は売ってます。これが長年頃売ってるかどうか売り切れてるかもしれません売り切れてるかもしれない、はい、他のもあるんですかね。他のもある、他のもあるんで、他の種類はジャミンの種類はいっぱい売ってます、基本その週だけ売り切りなんで、昔のやつを再販して買うのはなかなか困難、はい、ゲットしましたです。はい、はい、で、何でしたっけ、比較的フリーにお話を、エシカルのお話を聞きたいです。はい、稲葉さんワールドの、はい、こと、あと伝えたいお話があれば、あ、どんどん話して、どんどん絶対止まらないと思うので、はい、ですね。はい、わかりました。はい、そうですね。エシカルについて、あ、いきなりなんかこう前置きなくあれなんですけど、そのエシカルについてすごい。今その実はこれ撮ってるのは2019年末で、2020年の半ばに向けてというか2020年に向けてなんですけど、2019年ずっとそのエシカルについてまた当然考えて仕事をしていく中で、すごくね、コアなというかエシカルについて一番考えなきゃいけないことって、なんかね、その所有概念なんじゃないかってことを思ってるんですよ。所有っていう風なものって分かりますよね。人が物を持って私が持っているっていう、それの価値観、所有っていう風なものの考え方が今この時代にすごく変わってきている。所有の変容っていう風なものが起こってきて、それがより2020年代っていうところはすごくこう本格化していくと、そこの所有概念の変容っていうところの大きなことの中の一つに、そのエシカル的なものの考え方っていうのは、含まれてくるんじゃないかというか、結局その我々がやってる行動ってそこを変えていかないと結局変わんないんじゃないか、なんかその攻めるべき本丸って所有っていい言葉だなって思ったんですよ。でなぜかって言ったら、そのエシカルということは考えることの中で、多分ね、そのまあ、あのエシカル協会さんとか西洋さんとかいろいろ入りながら、その消費者庁の話でエシカル消費、エシカルコンサンプションって言いますけど、そのエシカル消費って言葉って未だにこう出てるんだけど、本当に我々のエシカル運動にやってる人間っていうところが、消し去るというか、それにチャレンジするべきことっていうのは、消費っていう言葉をなくそうっていうことだと思うんですよね。消費って費やして消えるっていうふうに、いう感じそのままじゃないですか。だからなんか物があって、例えばこういうコップがあって、それなんか費やして使ってゴミになって消えちゃうっていう風なものが消費っていう言葉の中に含まれるわけですけど、あの物ってそういうわけじゃない。でエシカルというところは誰がどうこれが作っているのか、まあ
これだって例えばどっかの土くれのところから、まあ、瀬戸か分かりますか、これ津軽なんで津軽のどっかの津軽塗りのやつなんですけど、塗りじゃない津軽焼きなんですけど、なんかそこの青森県のどっかの土のところがあって、それもずっといろんな体積があって、それを持って焼いて釉薬っていう風な塗って、釉薬は多分薬なんでね、いろんな顔料とか焼いてそれやって、で壊れたら捨てて、まあ陶器なんで戻りますけど、でも食べ物とかもそういう風なところで必ずいろんな人とつながってここに今来て、でそれを現在は自分が僕は所有してるかもしれないんですけど、それが次のところに行ったらそれがまたゴミではなくて、なんかそのなんか消えてなくなるわけじゃなくて、誰かのところにそれが手渡されていくっていう風なところに物って流れていくんです。でそれが今流行りというか、多分2020年もっと流行って一般化するんでしょうけど、サーキュラーエコノミーってそういうことだと思うんですよね。その循環型経済ってものってちゃんと循環していく中の一部分をどういうふうに使っていくのか、もしくはっていうことを考えていくことなので、その循環型で考えていくと当然その消費ってありえない。でさらに物理の法則で言って質量保存則っていうのが働くんで、費やして消え去るってこと絶対ありえないわけっていうことを考えると、まあ、なんかそのエシカルというのでやっていく中では、費やして消えていくんじゃなくて、ちゃんと誰かから私のところに来て、で時間的空間的つながりをともにここにあって、さらに私のところから時間的空間的なつながりの次のところに渡していくんですよっていうふうなことの一局面、この一瞬だけ切り取って、今私のところにこの服がある、食べ物があるっていうことなんだと思うんです。っていうことを考えると、その所有ってすごい曖昧になってくるなって思って、今ここの私が所有してはいるけど、本当にこの私というものはこのものを所有し続けていくのかどうかってすごい分かんなくなってくるし、本来多分していないっていうことだと思うんですよね。だけどなんでその所有概念っていうのがすごく広がっていったかっていうと、おそらくそれはその産業革命以降のいわゆるその資本主義、まあ、もしかするとエシカル文脈でいうと大量生産大量廃棄の資本主義の中で人が物を持つ、そしてその物を持つのをたくさん増やしていきたいっていうところが非常に人間の欲望であって、まあまあその金持ちになりたいとか物を持ちたい豊かになりたいっていう風なところ、自分の所有を増やしたい概念っていうところ、概念とか欲望みたいなものがを存分に発達させることが資本主義だというふうなですことだと思ってしまって、その自分の所有の最大化っていうふうなものを目指して殴り合いをするのが、いや神の見えざる手だというアダム・スミスの言ってることだと、多分アダム・スミスそういうこと言ってないと思うんだけど、そういう勘違いをして、勘違いというかそういうふうに解釈をして、この数世紀来たんだと思うんですけど、それが限界なわけですね。要はだから自分の所有を最大化するっていうことは搾取っていうのが生まれる、人から奪ってくるわけですから、で当然そのいらないものを押し付けるっていう風な、またまあ逆の搾取が差別というか、そういったものもたくさん、だからゴミ山とかガンガン捨てて知らんよみたいな感じになっていくっていうのが生まれてきていたんだけど、世界がそのグローバルで、その世界と地球がつながっていく、そのなんだろうな、グローバルなローカルというか地球全体を一つのローカルとして考えていった時に、よそから取ってくるってことがありえなくなって、搾取ということがつながりの中だからありえなくなってくるわけじゃないですか。肉を食いたいって自分の足を食うみたいな話なわけですよ。本当にタコじゃないんだからって話で、で、そういうことを考えた時に、なんだろうな、そのこれから先の大量消費、大量廃棄の資本主義ではない資本主義社会とか、まあ、世界経済とか人間社会の在り方を考えた時には、そういう所有の最大化を目指していく人間の価値観っていうところにストップをかけるというか、もう変えなきゃいけないっていうことだと思うんです。でそれが、経済世界でいうとライナーエコノミーっていう、作って使って捨てるっていう経済、今まさに言った大量消費大量廃棄の資本主義から循環型のサーキュラー、ちゃんと循環していくサーキュラーエコノミーにしていこうよっていう風な動きに連なってきて、そこのサーキュラーエコノミーの中で所有概念っていうのは、だからずっと使い続けられるものに5つぐらいビジネスモデルって、これアクセンチャーがまとめたやつがあって、それがスタンダード化してるんですけれども、なんだろうな、
ちゃんと廃棄しても使い続けられる再生可能な素材をしようっていうところも、自分の所有とか一時的に持ってるものが次に行っても使えるようにとか、あと製品寿命の延長ってずっとだからこの所有の永続化というか、あのなんだろうな、長く持っていって次に受け継いで次の世代も、いや私が変わって私の子供孫になっても使い続けられるようにしようとか、あとシェアとか、あとサブスクリプションとかっていうのは所有してないけれども使うって、まさにシェアリングってそういうわけですね、っていう風なところがサーキュラーエコノミーの中に入ってきていて、やっぱりそこら辺をあのちゃんと考えていくこと、だからエシカルのところで誰が作ったのかを見ていくって、誰かがこう私のところに来たんで、私だけのものとして突然これが世の中に出現してきて、ここにあるんじゃないんだよっていうこのつながりを見ていくっていうところは、多分あの所有感が変わっていくことなのかなって思うんですよね。それと同時にやっぱりあの奪われる人っていうところから奪わないっていうのも、やっぱりそこのそのなんていうの、やっぱりこう目先の私だけっていう風な切り方をしていかないっていうことにもなっていくのかなと思うんです。で、当然これは金融の部分とかっていうのもたくさんあって、やっぱりそのなんだろう、共感資本主義みたいな話とかっていうのもすごく出てきているし、土地の所有に対しても土地の所有権を何年かにしましょうみたいな考え方や制度や取り組みというかっていう提言みたいなのがあるっていうことですし、みたいなことを考えて、同時にこれ働き方のところにも雇用ってことを考えると、その労働市場に関する消費に対応する言葉って雇用を雇って用いるなんだと思ってるんですけども、人が企業という組織が人を所有していない働き方というところもたくさん増えていく、そこの所有概念も変わっていくっていうふうなことが、これからの2020年代の当たり前になっていくというか、一つの潮流になっていくとすると、なんかなんだろうな、所有の次って何だったろうっていうところをエシカルとしては提示をしなければいけないじゃないかということを今、これからの先ということで考えているんです。はい、って感じ。時間的大丈夫ですか？そうだと思うんです。で、なんか最近なんか結構、ね、みんなね、そのスウェーデンあたりに行って、やっぱサステナビリティ先進地域なので、いろんなものを見ていく中で、その向こうってその電動キックボードってすごいこういっぱいあるでしょ。で、マルメだかしみたいけど、みたいなところの話とか聞くと、あの日本の電動サイクルってなんかその電動自転車でレンタル自転車して、なんかシェアサイクル駐輪スペースみたいなところに借りてって、またそのシェアサイクル駐輪スペースに戻してとかじゃないですか。だけどなんかそのマルモの都市かなんかの話だったと思うんですけど、まあ、一応電動キックボードを借りられる、その、まあ、アプリであって借りられる止めてある場所はあるらしいんですけど、それのところから乗っていって好きなところ、要は別にみんな同じとこ行くわけ絶対ないじゃないですか、うん、どっかのお店行くかもしれないし、家帰るかもしれないし、なんか買い物行くかもしれないしっていうところの、行った先のところに乗り捨ててっていい。で、乗り捨てって日本だって別にそれシェアサイクルやって乗り捨て最初そこに置くんですけど、戻せよって話があるんだけど、そうじゃなくてそれでいいんですって。で、そうするとで、ちゃんと IC チップかだから多分入ってるんでしょうね。だからそれ IoT というかスマートシティ化みたいな話とつながると思うんですけども、そこのところでちゃんとアプリがあると、要は探すと、あの別に
その電動キックボードとかシェアキックボードを使いたい人ってそこのたまりというか駐輪場に行かないと使えないのもめんどくさいじゃないですか。どっかにあの近くにないかなって近くに乗り捨ててやるやつを見つけてまた使ってまた乗り捨てていく、どこで充電してんだかまたなんかあるんだと思うんですけどらしくて、それ聞いた時によくよく考えるとこれってあのそのでエリアからは出ないようになってるっていうことだと、その町というかコミュニティという風なもののところに一つ縁があって、うん、そこの中にいる人たち全員でその電動キックボードを共有というかそういう風なものをしている、うん、だからもちろんそのシェアを使ってる人使ってない人っていう区別はあるとしても、まあ、使っている人たちがそこの町で使っている人、当然町の外部の旅行者もそれ使うわけですからの、なんだろうな、国籍的な話というかそこに言うとそこにいる人たちっていうところがそこのコミュニティに参加している人たちの一員としてそこの、電動キックボードをシェアをしていて、ただそこの人たちっていうのはストックではなくてフローなわけですよ、流れてくるんですよ、要はよそから来てそこで使ってどっかに行くわけですから、そのフローであるそれを使う人たちというところがいて、その町という場所、その電動キックボードは紐づいていてっていうところと、これってどういうことなんだろうってすごい思って、要はそれってシェア度もなんか違うし、町のそのインフラとしてありますっていうのもなんか違うと思って、なんかよくわからない使う人たちというふわふわとして流動性のある存在がいて、その人たちが町というところになんとなくこう紐づいていて、そのエリアの中でその電動キックボードをあのみんなのものとしてカジュアルに使い続けているっていうことで、共有っていうのとなんかもう違うなって、共有なんか共有する人たちがいてこれを共有してますっていう、で共有のルールみたいなのあるんですけど、また違う。そう。で、町のインフラというのもまた違う。別にそれって町のそのインフラとしてどこに物があって、例えばそのじゃあ区役所前にシェアサイクルがあって、そこのとこに行って戻してくださいとかだとなんか町のものみたいな感じです。町のものでもないっていうか、まあそれをね提供している会社っていうのはあるんで、その会社のものかもしれないですけど。これって何なんだろうと思った時にすごく教えてもらったのは、それって共有でもなく所有でもなくって、こういう公に持つみたいなっていう概念ってどうなんだろうって話をして、でそういう交流ってあり方、うん、あのなんで パブリックというと変ですけども、うん、みたいなものとしてものをあの持つっていう風なことのあり方ってこれから出てくるのかなって思って、だから日本の中のシェアリングエコノミーじゃなくてそのシェアっていうのって、私が持っててそれをシェアするとか、どこどこの会社が持っていてそれをシェアするなんて、まだこういうの概念になってないと思って、なんかそのまま日本のシェアがそのままいくとなんか違くねえかこれというか、ズレ感みたいな、実はこういうとすごくなんかシェアの人とかすごい言われるかもしれないけどあのもう思うんですよ、なんか至ってない、まだまだちゃんとシェアの概念ってもっとさらに先に行けるんじゃないかっていう風な、まだね、うん、思うんで、それって例えば日本の中の Uber Eats の問題で、 Uber Eats で出てきた時にラーメンでそば頼んだらむちゃむちゃ伸びて届いたからその店の人に文句をつけたみたいな話があって、それってシェアの概念を理解していなくって Uber Eats の仕組みを理解していなくって、あのただ単になんとなくそのなんだか頼んで間にこうその Uber Eats 配達人じゃないんです、あの人たちっていうのは別にその出前の人じゃなくて、ただ単に時間が空いてうろうろしてる人にただ持ってきてくれるのを頼むよっていうことが本来なんですよ。だから Uber ライドの方も本来日本はなぜか乗りたくの早く呼べるこうねやつになっちゃってるんですよ。そうじゃなくて本来は白タクシーみたいな車空いてる人たちが移動してるところをただそこに使わせてもらうのがこの概念なわけでしょ。そういうふうなところを考えていくと、もうちょっとその日本のシェア概念っていうところは今のままではちょっといかんなっていうふうに、こういうっていうふうなあのもので、それは難しく言うとそのコモンっていうコモンセンスっていうコモンセンスがどっちかで発音したあれなんですけど、アメリカ独立宣言の時コモンセンスってあったんです。それとはまた別にそのこうたるもののセンス概念みたいないうふうなもののそのコモンっていうのはこうみたいな、ね、そのコモンの概念っ
ていう風なものを我々がどういう風にこうイメージしてそこに慣れていくのかみたいなところっていうのはすごく大事なのかなと思って、そうするとその所有ではなくて公有であり、私がっていう風なものではなくて、またそれ愛ではなくて we がというのの we ともまた違うと思うんですけど、we って私たちっていうところで多分、ね、線引きがあるんですけど、ストックなんですよ、多分それはフローなんですよ、もっと流れていく we っていう不思議なあれなんですけど、っていうもので持っているよっていう、ものを持ってって使っていくよみたいな、考え方というかあり方というか生き方っていうところが多分これからの未来に来るというか、あの 実現していく、そっち側に持っていけるんじゃないかっていうふうなことをすごくなんとなく思っていて、すごい概念的なんですけど、でも結構こうなんだろうな、 どっかでそういう仕組み化みたいなものをしていって、仕組みの中から人の意識が変わっていくっていうふうなことができるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ジェネレーションを超えてやるところがもしかしたらそういうお古なのかもしれないし、まあ、古着ってそれをジェネレーションはさ、その祖母母私娘みたいだけど、そこが超えてこうぐじゃぐじゃにいくところっていうところがアップサイクルとか、そういったものの、その製品寿命を延長しながらアップサイクルしながら続いていって、その血族じゃないところだけジェネレーションを超えて受け継いでいくみたいなものになってくるのかもなっていうふうに思うんですよね。はい、面白いね。面白いですか。そう、なんかずっと聞いてたい。あ、そうそうそう、そういうことを考えて いて、そこから先の世界観ってどうなってくるのかなっていう風なところを考えなきゃいけないですよね。時間大体できます。大丈夫です。はい。ごきげんよう。再见。